はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は奈良県奈良市の大安寺にやってまいりました。パチ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 ということでね、今ですね、奈良市にある大安寺に来ておりまして、今おりますところがですね、大安寺の旧境内のですね、斎藤ですね、西の塔のね、跡のところに来ております。斎藤跡はですね、非常に大きいのがね、建てたんですけどもね、平安時代にね、まあ、燃えてしまって、落雷によってね、燃えてしまって、もう再建されることはなかったんですけどね、今ですね、その塔のね、でっかい塔の跡がね、残ってますね。これがですね、その斎藤ですね、西の塔のね、跡ですね。大きいですよね。史跡大安寺塔跡って書いてありますね。今これ西側ですけどね、向こうにね、東側の塔の跡がありますね。ちなみにですね、こっちにね、山が見えますけどね、あのちょっとこんもりしたね、山がね、あれが生駒山ですね。宝山寺っていうね、有名なあのお寺がありますけども、ちょうど生駒山がですね、大阪府と奈良市、奈良県のね、ちょうど間ぐらいに位置してますんで、こっちが西ですね。今大安寺があるね、ところは奈良市のね、南部の方ですね。まあ奈良駅からね、結構離れてますね。最寄り駅はね、あの京畑っていう駅があってね、京都の終わりって書いてね、京畑っていう駅があるんですけど、非常にこう読み方が難しくてね、有名な駅なんですけどね。まあそっからどうでしょうかね、15分ぐらいでしょうか、のところにありますね。大安寺ってね、あの本当に当時はね、ものすごい大きなお寺だったらしいんですけどね、まあ今はね、そんなに大きくないですね。この辺も全部ね、大安寺の境内だったみたいですね。今ね、向かってるのが、こっち方がね、こっちの方向が今東ですね。で今ね、ちょっと東の塔の方に向かってますね。これがね、大安寺の、境内のね、塔塔の跡ですね。瓦の跡がね、見つかったみたいですね。鎌倉時代にね、火災で焼失したと。それ以降は再建されることはなかったってことですね。まあ、こんな感じでここにね、立ってたわけですね。史跡大安寺塔跡。じゃあね、今のね、境内の方に向かっていきたいと思います。ここにですね、神社がありまして、八幡神社がね、ここにありますね。
元岩清水八幡宮って書いてありますね。あの八幡市にね、あの岩清水八幡宮ありますけどね、そこと関係があるんでしょうかね。私もねちょっとそこは調べてこなかったんですけど、元岩清水八幡宮ってことでね、八幡神社がありますね。読めないですね。八幡神社中門って書いてありますね。9世紀大安寺の僧行教が宇佐八幡の神を大安寺の鎮守として祀ったのが当社の創立と伝わっていますと。今ねここですね、東東とね斎藤名と言いまして、今現在地でね、北の方行くとね大安寺がありますね。本当に当時はね本当に大きかったみたいですね。八幡宮のね、あの八っていう字がね、あの鳩がね、鳩の字になってますね。だから八幡市にあるのとね一緒ですよね。大安寺のね境内の中にねありますね。あ、昔からあったみたいですね。ここに書いてありますね。まあお寺の境内の中にねその神社があるっていうのはね、まあ神仏集合の一つでしょうね。まっすぐね西に向かって参道がね続いてますね。右側にあの若草山がね山焼きをした跡なんで、山がねあの木がないですよね。これがねマップですね。今大安寺ですけどもね、ちょっと南の方行きますとね薬師寺とかね、東照大寺がありますね。あ、これはあれですね、西ですね。西の方に行ったらねありますね。ですからね、左の方がね北ってことですね。まあいずれにしてもね東照大寺とね薬師寺歩いていきますね。でここにですね大安寺のね何代もの跡があったということでね、まあ、ここにでっかい門があったってことですね。でちなみにですねここの真横にねあの神社がありまして、なぜかねここにあの推古天皇の、ね、神社があるんですよね。まあ推古天皇ってのはね皆さんご存知のようにね、聖徳太子の時のね、聖徳太子がその摂政を行った天皇ですね。推古天皇社ってことでね、推古天皇の、ね、神社がねここにありますね。
欽明天皇の皇女であって18歳にて第30代美達天皇の皇后となられたと。日本における最初の女帝となられると、聡明な聖徳太子に摂政を委ねられてと、政治は国家意識を高揚し、理想社会を求めることであったということでね、推古天皇のね、祀ってある神社がね、ここにありますんで、じゃあね、大安寺の中に入っていきたいと思います。これね、なんと大安寺ってことですね。でバーンと入りますとね、ここにね、説明書きがありますね。馬頭観音でね、有名なところですね。奈良時代を代表する国内外の瞑想が多く重視した、なんと七大寺の一つということでね、弘法大師、空海や東大寺大仏開眼法要の道師を務めたインド人の渡来僧菩提禅師、菩提禅師などが起来しと、国際交流の拠点となったみたいですね。今こんな感じでね、境内はこんな感じですね。これは今のね、境内ですね。まあここにはね、説明がありますけどね、ずらずらずらと、まあ、書いてありますね。こっちはイングリッシュになってますね。でこれがね、QR コードですね。で有名なのはね、このね、11面観音立像ですね。あとは、余裕観音像と福建着観音像ですね。まあ、こういったね、有名なね、その仏像がね、ありますね。ここに大安寺のね、縁起が書かれてますね。遠く飛鳥時代、聖徳太子が斑鳩宮の、南東の地に建立された熊狩り少女がこの寺の始まりですということでね、710年平城遷都に伴い平城京のこの地にね、まあ、移転されて移ってきたわけですね。ここにね、注文があったみたいですね。石塔がありますね。でこれがね、宝物殿ですね。天平仏ですね。7体が重要文化財に、ね、指定されてますね。配管入り口ってことだね。まあ重要なね、国宝とか重要文化財っていうのはね、宝物殿にね、新しい宝物殿にその入れる場合が多いですよね。命の気持ち、竹林の聖気を受けてください。バンブーグローブですね。ちょっと小ぶりな、ちっちゃい感じの
バンブルグローブで。岩風寺でね、有名なんですよね、このお寺ね。祈祷してくれるわけ、祈願してくれるわけですね。おみくじもね、売ってますね。ここに香炉がありますね、まあ、線香を焚くところですね。ここにおみくじがね、たくさん結んでありますね。あのだるまもいっぱいいますね。でここにね、絵馬がねたくさん飾ってありますね。まあお寺ですけどね、岩風寺なんでね、まあおそらくそういう病気回復をね祈ってる絵馬が多いと思われますね。写経の道場ですねこれね。でこれがですね、何ていうんですかね、花城っていうんですかね、天平仏ね、先ほど言ったね、馬頭観音ですね、秘仏がね、ここに安置されてるわけですね。新規特別拝観。天平秘仏、馬頭観音特別回避って書いてありますね。でここにね、お砂踏み霊場巡りということでね、レンゲなどを歩きくださいってことで、感じですね。ここにねごま堂がありますね。ごま炊きをするところですね。まあ火を焚いてね、お坊さんがね、あのいわゆるごま炊きするところですね。不動明王がね普通ねいらっしゃいますね。毎月行っているみたいですね。これはね事務所のオフィスですね。これで本堂に戻ってきましたね。十一面観音で祀ってる本堂ですね。はい、ということでですね、今回はね、奈良県奈良市のね、大安寺をね、散策参拝しました。
まあ、奈良駅からね、ちょっと離れてますけども、非常にのどかなところでね、重要なね、その貴重な、仏像がね、たくさんあるところですんでね、ぜひね、大安寺ね、参拝、散策されることをお勧めいたします。